ヒューストンロケッツ、ヒューストンロケッツはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンに本拠を置く全米プロバスケットボール協会 NBA のチームウェスタンカンファレンスサウスウェストディビジョン所属チーム名のロケッツは本来サンディエゴに本拠地があった当時当時では軍事産業が盛んなことからロケット弾を表していが後にヒューストンに移転してからは NASA のイメージから 平和的なロケットがイメージされるようになった。以降のチームは1999年にドラフトで指名されたスティーブ・フランシス。2002年に獲得したヨウ・アキララ若手選手を獲得した再建に入った。21世紀初頭の数シーズンを勝率5割前後で推移した後、2004年6月にフランシスとの交換でトレーシー・マグレディを獲得し、マグレディとヨウ・アキラが チームの中心となった。得点を獲得経験もある、マグレディとヨーアキラのコンビはリーグでも有数のディオとして期待されたが、二人とも故障が多く、なかなか両者が揃ってコートに並び立つということが少なかった。2004から05シーズンは勝率を6割まで伸ばしたが、プレーオフ初戦で敗退。翌シーズンはマグレディやヨーアキラの欠場が多く、 序盤に大きく星を落とし、プレーオフを逃す結果となった。2006から07シーズン、2007から08シーズンも故障者に悩まされ続けるが、勝率は50勝以上を記録し、プレーオフには2シーズン連続で進出。監督がジェフ・バガン,ンディからリック・アデルマンに交代した2007から08シーズンには、NBA 歴代2位となる22連勝を記録するなど、周囲を驚かせたが、 プレイオフでは2シーズン連続でユタジャズの前に敗退している。新体制としてヘッドコーチにケビン・マクヘールを起用し、前年までのプレイヤーはほとんどが放出されることとなった。2012年7月、ニューヨーク・ニックスでリンサニティ・センプを巻き起こしたジェレミーリンと契約。さらに開幕直前の2012年10月にはサンダー主力の一翼を担い、 2011から12シーズンには6ョ賞を獲得したジェームズ・ハーデンをトレードで獲得した。2013年6月5日、ドワイト・ハワードがロケッツと契約したことを自身のツイッターで公表したが NBA は FA 交渉金止期間外に交渉したことによりロケッツに制裁金15万ドルを課した。ロケッツはハワードと 6月13日に正式に契約を交わした。2013から14シーズンは、3人の主力と、チャンドラパーソンズの成長、中堅選手の補強により54勝28敗と、洋脇ら時代以降初めて50勝以上を達成した。第4シードで、プレーオフに進出したが、デイミアン・ディラード、ラマーカス・オルドリッチらの牽引する、ポートランドトレール・ブレイザーズに敗れた。 2014から15シーズンは、ドワイト・ハワードが、膝の不調によりシーズンの大半を欠場する中、ジェームス・ハーデンが、MVP 級の活躍を見せチームを牽引。またトレバー・アリーザを再獲得して、ディフェンスを強化。ドナタス・モティエ・ユーナスが成長し、さらにジョシュ・スミスや、コーリー・ブリュワーなどをシーズン途中に獲得するなど、チームの強化を図り、1994年以来の、 地区優勝を勝ち取り、プレイオフ1回戦では、ダラスマーベリックスに4勝1敗で勝利し2009年、以来のセミファイナルに進出、同セミファイルで、ロサンゼルスクリッパーズに4勝3敗で勝利し、1997年、以来のファイナルに進出した。しかし、カンファレンスファイナルは、リーグ最高勝率を残した、ゴールデンステート・ウォーアーズに1勝4敗と力負けした。 2015から16シーズンでは、タイローソンを獲得した紙をつけたはずのロケッツだったが、そのローソンは機能せず、ハーデンの個人プレーが目立つ形になり、ケビン・マクヘール HC は4勝7敗の段階で任。その後も波に乗れず、ローソンも3月で放出。結局41勝41敗でなんとか、第8シードで、プレーオフに出場するに止まり、プレーオフ1回戦では、 昨季カンファレンスファイナルで退治したゴールデンテートをリアーズに1勝4敗で屈した。シーズン終了後、ハワードはプレイヤーオプションを破棄し完全 FA となってアトランタホークスに移籍、ハーデンハワードの二頭体制は終わりを告げた。ハワードとハーデンの船仮説がシーズン中から噂されていたが、シーズン終了後、実際ロッカールームでも誰が中心となるかという、 戦術をめぐってハワード派、ハーデン派、どちらにも属さない派閥に分かれ良い雰囲気ではなかったことがハワードの遺跡後メディアによって明かされた。2016から17シーズン開幕前にハーデンが契約を4年延長し、ロケッツは長期的にハーデン中心のチームとしていくこととなった。CHC に就任したマイク団等にはハーデンにポイントガードの割を与えた。 するとハーデンはトリプルダブルを量産するなど MVP 級の活躍を披露。さらにクリントカペラのセンター企業も的中するなどリーグ屈指の攻撃力を展開し55勝27敗でシーズンを終えた。カンファレンス第3シードでプレイオフに進みファーストラウンドでオクラホマシティサンダーとの対戦となった。第戦のアウェー初戦でゲームを落としたが4勝1敗で セミファイナルへ進んだ。対サンアントニオスパーズ初戦で持ち味のオフェンス力が弾け、124から99で勝利したが、第2、第3戦でスパーズのディフェンス力とカワイ・レナードの活躍に押し切られ連敗した。続く第4戦でエリック・ゴードンの6本を筆頭にスリーポイント19本を44.2%の成功率で決め、 125から104の大差でシリーズをタイに持ち込んだ。シリーズの分岐点となる2勝2敗で迎えた第5戦は両チーム譲らず、レナードが左足首捻挫により途中退場する中、オーバータイムにも連れ込み、ロケッツ有利かと思われたが、ダニー・グリーの7得点とジェームズ・ハーデンのラストショットがベテランマヌジノビリによってブロックされ、3点差で逃げ切られ、後がなくなった。 第6戦は最終戦に向けてレナードを休ませたスパーズであったがこれまで今一つ派に乗れていなかったラマーカス・オルドリッチに当たりが戻り34得12リバウンドを与える一方でロケッツはハーデンが10得点6ターンオーバーに抑え込まれ114から75の大差でプレーオフ敗退となった 2017から18シーズン開幕前の2017年6月28日にリーグ屈指のポイントガードであるクリス・ポールをパトリック・ビバリー、ルー・ウィリアムス、サムデッカー、モントレズ・ハレル・等との大型トレードで獲得。2018年1月30日のフェニックス・サンズ戦に113から102勝利しそこから3月9日にトロント・ラプターズに108から105で敗れるまで17。 連勝を記録、チーム史上2番目に長い連勝を記録し、ゴールデンステートウォリアーズを抜いて、カンファレンス首位に立った。さらに、そこから4月1日にサンアントニオスパーズに100から83で敗れるまで11連勝をおろく、連勝中の3月25日に行われたアトランタホークス戦に118から99で勝利し、チーム史上初のレギュラーシーズン60勝を達成した。 最終的にリーグ最高の65勝17敗でレギュラーシーズンを終えた。プレーオフ1回戦でカンファレンス8位のミネソタティンバーウルブズ相手に4勝1敗でシリーズを勝利した。その後ゴールデンステートウォリアーズとカンファレンスファイナルで対戦し、第5戦で3から2と追い詰めるも、クリスポールが負傷により6、7戦を欠場。 ハーゲン・カペララが奮闘したが、2連敗を喫し惜しくもファイナル進出とはならなかった。通算勝敗2172、9 6 2プレーオフ140、147、優勝2回。太し文字、バスケットボール原動入り選手、優勝時に在籍した、選手、在籍時に MVP を獲得した、選手、偉大な50人1960年代。 1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、ヒューストン・ロケッツのチーム記録、1992年11月に、シアトル・スーパーソニックスと共に来日し、横浜アリーナで開幕2試合を行った。オールスタープレイヤーのアキーム・オラジュアンは2試合連続で、ダブルダブルを達成したが、2連敗した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。